かなかね、美味しかったですよ。うどん屋さんね、ひらりさんね。さぬきうどんって看板出てたけど、まあさぬきうどんにしてはちょっと柔らかめかなっていう感じはするけど、まあでもね、手打ちうどんですね、美味しゅうございました。800円でね、僕食べたのは平日の定食だったんですけど、800円で天ぷらとかやくご飯とついてね、うん、あれならすごいお得ですね。さあ今日はね、どこ行きましょうって感じですね。久しぶりに、まあ天気もいいしね、全然出かけられてなかったんでね、バイクで。まあ虫捕りは行ったりしてたんですけど、なかなかそんなのばっかりね、動画そんなのしか上げてなかったらね皆さんに怒られると思うんでね、バイクで走る動画もたまにはねたまにはすごいね、太陽光パネルがなんか太陽の方向いてるんだね。あれもしかして時間とかで変わってくんかな、これ。ああ、ダンパーついてある程度角度変わるんだね。すごいもんですね。いろいろできてますね。新名神がね、こっち行くとね、草津田中見名神にぶつかるんですね。で、まっすぐだね、まっすぐ伸びてるのが多分高槻の方に新しくね作ってる新名神の橋脚ですね。だいぶ高い位置なんでね、この辺りは。山の中になんかビルでも作ってるみたいなね、そんな感じの建設工事ですけど、早いね、変わるのね。信楽方面土砂崩れ、どこだろう、通れないの。まあまあ、なんか土砂崩れ通行止めって書いてあったね。まあ行けるとこまでね行ってみますか、一回。まあせっかくね気持ちのいい道だからにね、通
通行止めか。あ、もうそこで通行止め看板出てるな。ダメか。二輪原付は通行止め。信楽方面草津田中見インターへ迂回。あ、そう。まあまあ、ちょっとね、行けるとこまで行ってみますかね。まあ、行けないくなったところでね、ちょっと U ターンしましょう。もうそこで完全にあれか、行かせないようにしてるんだね。あ、こっちは行けるの？残念。気分だったのでね、残念賞だね。これまっすぐ行けるのかな。
とね、今日は軽く走りに出るつもりがね、ちょっと道が通れないということで頓挫してしまいましたけどね。まあまあこういうこともありますよね。あんまり無計画に出てくるとね、ちゃんと道路情報をね、通るルートを事前にチェックしてね、やっぱり出てこないとね、こういうことになっちゃいますね。まあ信楽の方へ抜けて、まあぐるっと回って帰ってこようかなと思ってたんですけど、まあまあ今これはね、また大津の方に戻ってますんでね、まあまあこれだったらもう一度あれかな、富士川ライン通って帰宅するパターンでもいいかもね。